若者のすべては1960年公開のイタリア・フランス合作映画である。監督はルキノ・ビスコンティ。モノクロ、ピスタサイズ、168分。成功を夢見て、ミラノにやってきたイタリア南部の貧しい家族と都会での残酷な現実を叙情的に描いた作品で南北イタリアの経済格差を鋭く追求した。イタリア語とフランス語の現代は、 ロッコと彼の兄弟たちの意味。ジョバンニテストーリの小説、イルポンテデラギサルファの1エピソードから着想を得た作品であり、ベリッシマ、以来ビスコンティとの共同脚本に参加しているスーゾ、チェッキザ・ミーコに加え、パスクアーレフェスタカンパニーレとマッシモフ・フランチオーザ、そしてエンリコ・メディオーリを脚本に起用した。ベネツヤ国際映画祭で審査員特別賞を受賞した。 未亡人のロザリア・パロンディとその4人の息子たちが、イタリア南部のバジリカータ州から長男、ヴィンチェンツォの住むミラノへやってくる。しかし駅に迎えに来る、はずの長男の姿はない。長男は恋人ジネッタとの婚約祝いのパーティーの最中だったのだ。息子たちとそこに乗り込んだロザリアは、ジネッタの母親と大喧嘩を繰り広げ、パーティーをぶち壊してしまう。かつて、 プロボクサーを目指していたことがあったビンチェンツォについて、ジムに行った次男シモーネは才能を認められ、ボクサーとして活躍するようになる。しかし練習に身が入らず、勝負のナディアと遊び暮らして堕落した生活を送るようになる。三男六子は、クリーニング店で働いていたが、シモーネがナディアにプレゼントするために、女店主のブローチを盗んだことから、首になってしまう。 ロッコは徴兵のために町を去る。その後、長男ヴィンチェンツォは、ジネッタと結婚して、独立、四男チーロは苦学の末、学校を卒業して、アルファロメオの技師となる。一年二ヶ月後、ロッコは出所したばかりのナディアと町で偶然に出会い、二人は恋に落ちる。しばらくしてロッコが退役する。ボクシングジムのマネージャーであるチェッディはシモーネには、失望していたが、 ッ個の才能を見抜き、スカウトする。ッ個と愛し合うようになったナディアは、別人のように真面目な生活を送るようになっていたが、そんなッ個とナディアの関係を知り、激しく嫉妬したシモーネは、仲間を連れて二人を襲い、ッ個の見ている前で、ナディアを強姦する。ッ個とシモーネは、激しく殴り合うが、ッ個は、シモーネのために、ナディアから身を引き、ボクサーとして活躍するようになる。 よりを戻したシモーネとナディアは自堕落な生活を送っていた。シモーネは多額の借金を抱え、警察に追われるまでに落ちぶれる。シモーネを救うため、ロッコは借金を肩代わりしてタイトル戦に挑む。一方、シモーネと別れ、再び勝負として客を取るようになっていたナディアにシモーネは復縁を迫る。しかしナディアに口汚く罵られたシモーネは、 怒りに任せて、ナディアをめったざしにして殺してしまう。六個の縮小会に現れたシモーネを、母親と六個だけが優しく迎え入れる。シモーネがナディアを殺したと知った母親と六個は、シモーネをかばおうとするが、真面目なチーロが警察に通報し、数日後、逃げ隠れていたシモーネは逮捕される。家を出ていたチーロに、いつで、末っ子のルーカが会いに来る。チーロを責めるルーカに、 チーロは、都会での生活が善人だったシモーネを破滅させてしまい、六個の寛大さがそれに輪をかけてしまったこと、そして、シモーネを誰よりも愛していることなど、様々な思いを語る。ルーカは、チーロが家に戻ることを確認して帰っていく。ありがとうございます。